若者にも環境省の取り組みを知ってほしいという思いから急遽実施を決めたということですライブは主に視聴者から質問に答える形式で30分ほど配信されました食品ロスを減らす、食べ残しをしない、ファッションロスを減らす買い物する前に本当にそれが必要なものか考えるどんなことでもいいと思うんです小さなことから、今日から、今から 何か新しい行動を一緒になって始めてみませんか今回ライブを視聴したのは130人ほどでしたが環境省では今後も機会があれば取り組んでいきたいとしています。